ちゃん最近ダンス頑張ってんの？そうだよ、最近ダンス頑張ってるよ。今日も踊ったの？今日は踊ってない、今日はね、お家を見に行ったんだ。あんた家なき子の話どうなったん？いや、まだ家ないよ。ね、どうすんの？え、いや、でも、大丈夫そう。え、大丈夫になりそうなの？もしかしたら大丈夫そう。なんか、そう、不動産にも一応聞いて、間に合いますかって聞いたんだけど、いや、全然大丈夫ですよって言われてて、で、見て、退去日に間に合いそう。あ、すげえじゃん。そう、ただね、審査に落ちたら終わり。それは、大丈夫っしょ。我々 YouTuber はさ、肩身が狭いじゃないですか。そうですね。そうなんですよね。なんか家が荒らされるってね、思われちゃうんだよね。まあでもさ、YouTuber と違ってさ、うちら机の前でさ、話すだけなのね。ね。だからさ、これだけの人間なんだけどね。YouTuber っていうか、まあ実況者ですとかの方がまだわかりやすいかもね。わかりやすいかな。なんかさ、今日さ、見に行ったとこが、まだ、人が入居してて。それやまんの？そう。その状態で見させてもらったの。え、その部屋をってこと？それと日程の部屋とかじゃなくて？その部屋。そう。で、なんか、不動産屋にさ、どんなお仕事なんですか？音が結構大きいんですか？なんか、深夜とか、2時とか3時とかになんか大声で叫んだりされる感じなんですかね。スイちゃんに限ってはないよな。そう、深夜に配信することないし。そう、0時以降は、まあ、ほぼないと思います、って。まあでもさ、収録とかさ、お歌撮ったりするのがその時間だったりするから。確かに夜に撮りがちだわな。そう。わかる。もんだもんみたいな。怖い。待って、一匹なくなってる。嘘、トロコ、カエルトロコ。え、ちょっとさ、こいつ見てて。あ、待って、こいつ見てて、こいつ。返してじゃん。あ、までも2匹でいいか。いや、もう。あいつ元気に生きるはずさ。あ、待って、ここさ。そっか、ここ慎重に渡らないと落ちちゃう。ねえ、みこちいなくない？え？これみこのは？これ、一人ずつ消えちゃう。え、スイちゃん、縄の一個持ってない？え、持ってない。多分落ちてったんだよ。この道、やばいぞ。いた？下。あ、死んじゃったー！待って、やばくない？あ